走らず全員が無限列車の任務に行ったらどうなるのか、視聴者の方からリクエストをいただきました。やるからには真剣に考察。第106回鬼滅大学開幕。失格です。では早速、無限列車に全員で乗り込むとして最初の変化は、煉獄さんの持ち込んだ大量の弁当です。今回は9人プラス炭治郎たちに配る形になります。煉獄さんは本編では第一印象が大量の弁当を一人で食べる変わり者という印象で入りますが、今回の話では単純にみんなのお弁当を用意してくれる準備のいい人という印象に変わります。また無限列車は客室が8両ありますが、柱は9人いるので各車両に1人ずつは配置できる形になります。さらにこの場合は柱が1名余りますが、天元さんだけは屋根の上から偵察してそうかな。遊郭編でもそういう描写が多かったからです。このように無限列車は厳重に警備される形になりますが、次の分岐点としては、これだけ鬼狩りが多い状況で炎武が単独で仕掛けてくるのか、仮に仕掛けないで逃走した場合は無限列車は普通の列車なので、お弁当を食べてたら平穏に目的地に着いてしまった、警備はしてますが結果的にはこれは旅行です。では逆に炎武がむしろ鬼狩りを柱を一掃する好機として仕掛けてきた場合、ここで重要なのは一番後ろの車両を警護する柱です。なぜなら夢の世界に誘い込む切符は後ろの車両から切られていくからです。ではその最後尾は誰になりそうか、今回のお話では品津川さなみと考えてみました。なんか修学旅行のバスで最後尾に座るタイプっているじゃないですか。さなみはまさにそれっぽい。まあ個人的な印象は置いておいても、先頭と最後尾は列車が前や後ろから鬼に襲われるケースもあり得るので比較的危険重要ゆえにベテランが起用されそう、そんなこともありさなみを選んでみました。そしてこの配置なら切符は切られないと思います。まず最初の理由はさなみと炭治郎の関係です。中央会議で2人は特に揉めたので、一番後ろから乗り込んできた炭治郎たちもさなみによろしくお願いしますと挨拶くらいはするかと思いますが、話し込んだりはしないと思います。さらに煉獄さんから火の呼吸について尋ねたいという事情もあります。つまり炭治郎たちがさなみの車両に残る可能性は極めて低いので、さなみは炭治郎たちと会話することなく集中して任務に当たれます。2つ目の理由が決定的で、今回は9人いるので列車全体の気配を探る必要はない。自分のいる車両を主に気をつけていればいい。この状況なら車掌さんの異常な様子にも気がつきそう。僕たちだって例えばテーブルの上を監視せよと言われるのと、この部屋を監視せよと言われるのでは監視の精度は格段に変わりますよね。一車両限定なら史実では切符を切られた煉獄さんはじめ柱全員が異変に気づけると思います。すると夢の世界には落ちない。炎武の仕掛けは失敗します。そうこうしているうちに炎武は屋根の上にいましたが天元さんと遭遇する。時間も稼げていないので列車との融合もできていない。とすると炎武は自力で音柱渦井天元との戦いを強いられます。おそらく会話もなく瞬殺されると思います。天元さんは普段はふざけたりしますが、こと戦闘に関しては厳しい姿勢、挑発など会話をせず瞬殺すると思います。ちなみにこの天元さんによる炎武討伐は乗車して間もなく達成される可能性もあります。また炎武がなんとかうまく時間を稼いで史実通り列車と融合できたとしても、まさに獅子心中の虫、胡蝶忍の毒や柱たちに討伐されていたでしょう。どうあがいても炎武が討伐されるのは史実と同様となるでしょう。では討伐後の柱の動きですが、今回は無限列車の警報を命令されているので到着までは待機するのではないか。というのも十二鬼月を討伐している、騒ぎを起こしているので敵が強力な増援を送ってくる可能性もある。その場合にも備えておかないと乗客の命は守れない。さあここから話は史実から大きく分岐していきますが、この状況無惨はどう動くのか。ここで2つの分岐が考えられます。1つ目は炎武が渦井天元の存在しか把握していない場合、こうなると無惨も無限列車に柱が1人だけいるという認識となります。原作では耳飾りの剣士がいたので赤座を投入しましたが、柱1人だけならわざわざ赤座を動かさないで炎武の剣は捨ておくのではないか。これが1つ目の可能性です。そしてもう1つの分岐は恐ろしい。炎武が列車と少しでも融合した時点で、あるいは手なずけた人間を通してなど何らかの方法で柱全員や炭治郎の存在を把握できてしまっている場合、
当然そのことは無惨に伝わります。無惨としては日頃から柱を殺したいと考えている。そこに柱が全員固まっているという異常な状況は願ってもない好機です。というのも通常柱は各エリアに散っていてなかなかその位置を把握できないからです。でも今は無限列車に集結している。しかも目障りな耳飾りの剣士までいる。無惨にとっては垂涎と言いますか、願ってもない好機。では無惨はどうするか。本人が降臨するのか、鬼との全面戦争がこの無限列車で始まるのか。こっからはアニメ派の方はネタバレ注意となります。よろしいでしょうか。では始めますが、まず無惨自身は来ないと思います。なぜならリスクを絶対に犯したくない。 99.9% 勝ててもそれでも勝負はしない。 0.1% 塵のような危険性も避けてきたから無惨はこれだけの長い年月命を狙われ続けても生きてこれた。現に鬼殺隊は炭治郎が無惨と出会うまでは無惨に出会ったことすらない。無惨が来ないとして、さらに黒死亡も使いたくないと思います。彼は万が一の時の切り札であり、普遍を好む無惨にとっては古くからの部下は危険にさらして失いたくない。もちろん黒死亡がそう簡単に柱に遅れを取ることはありませんが、今回は全員揃っているので念のため温存するという選択をするのではないか。とはいえそれなりの戦力は必要。黒死亡以外の全ての上限の鬼を無限列車に集結させる。これが無惨がかけられるチップの限界かと思います。ちなみに鬼は群れないとも言いますが、上限に関しては甘やかしていると無惨自ら発言していて、実際にドーマと玉子は壺を送ったり家に誘っていたり、こういう関係を許してしまっています。そして今回は無惨自身が命令を下しているという設定ですので、群れるというか柱全員と上限の鬼5体との戦いは実現する可能性はあるかと思います。この戦いについて乱戦になったらもう想像のしようがないので、個人戦として戦いの行く末を想像してみました。まず対牛太郎滝、これに関しては厄介で同時に撃破する必要がある。つまり2人以上は必須かつ再生するまでのわずかな時間で首を切らないといけないので速さが求められます。そこでメンバーは天元とサネミが適任かと思いました。彼らは柱の速さ2トップだからです。また手厚くいくなら牛太郎の毒への対策も考え、援護に胡蝶白雲も必要かと思いました。これなら勝てるんじゃないかなと思うんですが、ただ抱きから牛太郎が出てくる瞬間が初見殺しなので無傷というわけにはいかないでしょうね。続きまして対玉子、これは史実通りに無一郎を配置するのが良いかと思います。史実でも上限の鬼を1対1で倒す無一郎はやはり天才。ただこのケースは自分を完全に取り戻しているわけではないので、史実同様の力が出せるのか、そして技を発見するのか、不確定な要素もありますが、史実での勝敗を参考にしてここは勝てるとしましょう。続きまして対ハンテング、これはミツリとオバナイ。このコンビはそもそも相性もいいですし、特にオバナイは柱稽古でも隙間を縫って炭治郎に攻撃を当てたり、正確な太刀筋を武器とする剣士である。ハンテングは非常に小さな標的になりますが、オバナイなら仕留められると思います。またミツリは広範囲を狙えるので2人揃うと非常にバランスの良いコンビだとそう思います。ここも勝てるんじゃないでしょうか。続いて対赤座です、これは煉獄さん、義勇さん。この2人は攻撃型の煉獄さんと防御型の義勇さんで補い合えるかな。赤座は割と正統派な戦い方をしてくるので、攻撃と守備その基本が揃う正統派な2人なら赤座に対しても太刀打ちできるんじゃないかなと思いました。残ったのはドーマ、対するは姫島行明。頂上決戦ですね。これは勝敗難しいですが、行明さんは黒死亡相手に前線していた鬼殺隊その柱の中でも別格と言って差し支えないかと思います。そして黒死亡とドーマの力の差はやはりそれなりにあるかと思います。というのも黒死亡とドーマでは人間を食べてきた時間が違いすぎる。黒死亡は呼吸も使いますし、やはりこちらも鬼としては別格。でも行明さんはそれなりに戦えていたとすると、ドーマは倒してくれると信じましょう。また他の場所で戦いを終えた柱が援護に来てくれる可能性もありますので、なんとか押し切って勝つと信じたいです。まあ組み合わせは一例なので、よかったらコメント欄なんかでみんなの考えも聞かせてもらえると嬉しいんですが、柱側にも不祥気はあるんじゃないかなと個人的には思ってます。ただ最後に決定的な分岐はここからです。上限の鬼たちが次々討伐され、無惨がここで諦めたら話は終わりますが、これでは何も得るものがない。
とすると無惨は諦めないんじゃないかなと思います。というのも戦いを終えた段階で柱たちは疲弊というか、下手したら体の一部を失っているものや、もっと悪ければ戦死者も出ているでしょう。ここまで追い詰めて諦めるとは考えづらい。ここで黒死棒を投入されるでしょう。そして深手を負った柱たちは皆殺しにされてしまうんではないか。仮に炭治郎たちは戦いに参加していなくて無傷だったとしても、黒死棒相手には何もできないでしょう。また無限列車にいる乗客のことを考えたら敗走するわけにもいかない。無論鬼殺隊も援護に動くと思いますが、柱というカードを全て切った以上は残された手はあるのでしょうか。結局全面戦争、正面からぶつかり合えば鬼殺隊は負ける。だからこそ親方様は、なたぐも山でも遊郭でも十二鬼月に対しては複数の柱を投入し、柱が戦死しないように、あくまで次の戦いも見越して戦力を配置していた。そして普段からリスクを軽減させる意味でも、柱はバラバラのエリアに配置し、行方が分からないようにしていたっていう意味もあったのではないか。そんなことも勉強になりました。結局親方様の采配を歪めてしまうと悲劇が起きてしまう。この話では上限の鬼の大半がいなくなったとしても、鬼はまだまだ残っているはず。一方鬼殺隊は無限列車で全ての柱および炭治郎たちなど大きな戦力を失ってしまった。こうなってしまった以上、育て屋、元柱、隠しまで戦闘に動員するなど、玉砕覚悟の戦いも増えてくるのではないか。ただ親方様も言っていた通り、人の思いは残る。炭治郎や柱の思いを受け継いだ金尾や源也、そしてその先の世代が無惨を追い続けるでしょう。そして無惨について言うと、変化に怯えつつ永遠不変という存在しない宝を求めてさまよい続けている。怯えながら存在しないものを探す。まるでそれは縁無のようです。以上となりますが、暗い話になって申し訳ないです。ただ個人的には、なんで親方様は上限と戦闘になった時に柱全員に行かせないんだろうという疑問もあったので、それは自分の中である程度解けた気がしました。まあ増援を送られて鬼と正面衝突させちゃったら、鬼殺隊は崩壊してしまうからでしょうね。やはり原作の物語がいかに素晴らしいかを再認識できました。そしてこのリクエストは僕なんかには到底考えつかないようなトークテーマだったので、考えるのが楽しく、とにかく新鮮でした。今回のお話は以上になります。ちょっとした幸せを提供できたでしょうか。次の動画でお会いしましょう。またね。